マンツーマンで見ていますジェフです。キッカー一平篠塚、開始9分、高いボール、ファーサイド、ヘディング先制、ジェフユナイテッド千葉、頼れるキャプテンの河本のヘディングシュート、先手を取りました、ホームの大宮。いや、持ってるんですよね、彼はね、こういう場面見ますよね、よくね。ですけども、まあ、千葉の方はマンツーマンでしっかりついてるんですけど、ボール蹴られた瞬間に前に出て、少し背中取られた瞬間、外しましたよね。金田ですかね、でもこういう動き出しも上手ですし、ボールの質、ボールに入るポイント、当て方、まあ、パーフェクトじゃないですかね。河本の強さ、うまさ出ましたね。少し滞空時間長いボールで、やっぱりマーカーとしたらボール 見入っちゃうんですよ。ためだとしてもその瞬間に前に出て背中なんで掴みづらいですね、はい、まあ、それでもうまかったと思います。